久保さん今回は「月初めです」にしましょう「月初めです」なんかね久保さんの動画が終わった後なんかね7年前の2013年8年前ですか2013年10月29日の月末ですっていう動画が出てきまして <laughs> <laughs> めちゃくちゃ久保さん若いですね若いなこれはい <laughs> す。<laughs> 今日はね、もう29組になりました。<laughs> まあこの動画、何かっていうと、もう見ちゃったんですけど、もうバンバンアフリエイトしましょうみたいなね、バンバンアフリエイトかけていきましょう、オプトインしましょうみたいなね、いけいけどんどんのね、動画だったんですけど、そう、<laughs> そう。まあ,あの、久保さん、月末ですってやはずなんで、月初めですよね、もう、もう、4月もね、もう2日目ですよ。 どうすかやってますか <laughs> もうあの4月はね入学シーズンなのであのバックエンド売っていくんであのー、しっかりとねセールスかけていますけど、まあ、毎,毎月何か商品売ってるんですけどねそうだからまああのー、なんか意識ですね意識うんなんか月末とか月始めとか まあ、とりあえず、まあ、毎日なんですけど、毎日、あの、まあ、この久保さんの月末の動画でも言ってるんですけど、ビジネスマンはもう、毎日、毎日、毎日なんです、みたいに言ってますけど、どれぐらいの意識でビジネスに取り組んでるのかっていうのは非常に大事ですね。うん。みんなやっぱね、意識がなんか、お金稼ぎたいと思ってるけど、お金に対しての意識が弱い。お金はい、悪いことだとか、稼ぐことは悪いことだとか、 でも、はっきり言いますけど、あなたの会社が売上下がったら、あなたリストラですからね。あなたの会社が売上を意識しなかったら、あなたクビですよ。あなたの給料払われないですよ。会社は売上を意識しないと、あなたの給料は出ないですからね。っていうことすら勉強していない。っていうことすら意識していない。ただ給料が振り込まれる。 で、安月給だ、言うてるわけじゃないですか。その安月給ですら、会社が売り上げを意識しなければ、安月給すら振り込まれないですからね。っていうことも意識できていないっていう事実ですよね。<laughs> うん、お金は降ってこないですから。だから、毎日意識しないといけないし、月始め、特に月始め、あの、あの何する月末どうする最後追い込みどうするこれはもう、 鉄板でビジネスやっていくんだったらお金稼ぎたいんだったらもう意識して当然ですよねうんだからまあ稼げない人っていうのはやっぱ意識が低いのかなって思っちゃいますねうーん、まあ、だから2013年ですね久保さん <laughs> いやこれねすなんか元気もらいましたねなんか <laughs> お前稼いでねえだろうとあんまりみたいなね <laughs> でも久保さんは稼いでなくても意識は高かったと思いますねこの時ね この2013年頃、ね、あのー、そんなに稼げてないですよ。今、今ほどかけ、駆け出しですから。でも意識は高かったはずです。ね、やりましょう言うてるわけですから。ね、笑顔で。笑顔で <laughs>。どんどんオプトインしていきましょうみたいなね。<laughs> これ意識高くなかったらできないですよ。うん。はい。ということで、いってらっしゃい。